내가 억지로 엮지 않아도 진호경이 그리에 쓰며 꽁꽁 숨겨뒀던 걸 하필이면 네가 혼란 가져갔구나. 관주도 멈추게. 저를 멈추게 하고 싶으시면 장욱에게 가서 모든 것을 말해보십시오. 마지막에 조용히 정리하기 위해 돌아온 거야. 本日は観光パート2の5話の予告ですね。昨日4話終わりましたね。これで残り6話と。皆さん4話までいかがでしたでしょうか。まあ、展開がやっぱ早いですよね。あっという間に4話が終わってしまったのですが、何より驚いたのは4話でもご覧の通りキスシーンがありましたと。3話でもあって4話でもあると。これ毎回出るんじゃないですか？これいつからカンドラってこんなに毎回キスシーン出るようになったんだろう。あんまりね、頻繁にしすぎるとね、価値がね、薄まりますからね。ちょっとキスシーン多いなって思いながら、でも、こうね、早く進めなきゃいけないっていう事情はありますよね。うん。これから、こう説明しなきゃいけないこといっぱいあるのに、6話しかないんでね、うん、進めるしかないと。っていうことでしたね。このシーンではですね、내가억지로역지않아도진호경이그리했으며、꽁꽁숨겨뒀던걸하필이면네가혼란가져갔구나。そうと長いんですが、まあ書いてある通りで、まあ、いい先生が、ナクスをチンブヨンにしてくれましたね。うん、このイー先生はどんな超能力者なんだっていう話なんですけど、すごいですよね。観光寺で人でさえ人間に変えられるっていう、もう何でも直せるっていうことですよね。だけどここはまあ僕はこれを見て、あ、もうみんな分かるようになるんだなって思いました。なので今、ナクスが、もともと、ジンブヨンがもともとナクスだよっていうのは知ってる人がほぼいないじゃないですか。だけどこれからはみんな知るようになると。ソイリュもそうだし、まあもちろんチャオクもそうだし、ソイル、ジンム、セイジャーみたいにね、無毒と関わってた人間がみんな知るようになるとっていうのが分かりますね。まあなのでこのシーンでね、저를멈추게하고싶으시면장옥에게가서모든걸말해보십시오というふうにジンムが言ってるので、もうこの時点でジンムも分かっていて、この話を聞いてるセザもおそらく分かってるいうふうなことが予想できるんじゃないかなと、思いました。あとはね、このシーンなんですよ。これもね、昨日もね、伏線ですよ、みたいな話しましたけど、もしかしたらですね、마지막을조용히정리하기위해돌아온거야って言ってるぐらいだから、ソエルは自分が死ぬっていうことを分かった上で戻ってきたと。まあでも、戻ってきたからには何かの理由があるはずなんですが、まあ3年ぶりのね、ナクスの、こう、祭祀じゃないですけど、式があるというのがありましたね。だからそれに合わせてきたのかな。なんですが、ソエルも、まあ、ナクスがチンブヨンであることをおそらく分かるようになるんでしょうね。いやー、このパート2はね、結構、ソエルの比重が大きいなって思いました。やっぱソエルのファンもね、サブですからね。だからめちゃくちゃファンが多いはずだから。でもこれはね、ファンミニョンって言うんですけど、ソエルって。ファンミニョンのファンからすると、ねえ、殺すなと、ハッピーエンドにしろというふうにクレーム言いそうですよね。これね、いやー、ちょっとね、みんながハッピーエンドにはできないのかな。なんでこんなにね、
もうこのドラマね、一つだけね、短所があるとすると、ちょっとね、モドキが死んだりとかね、もしかしてサヘルも死ぬかもしれないしね、こういうのがね、ちょっと嫌なんですよね。もうハッピーエンドを願っております。울것 같소. 심장을 뜯어내어 마음을 부순다. 이 정도 거리에서 계속 네 옆에 있을 거야. 약속이다. この울것 같소 っていうのはどういう意味なんだろうな。ね。あとこのシーンは何を意味してるんですかね。まあ、サヨルが、ジムヨンがナクスであることを分かったシーンなんですかね。どういうシーンなのかな。だから、ウルコ滑走から、まあ、予想できるのは、サヨルが死ぬかもしれない。まあ、木が見えるってよくジムヨンは言ってるので、ユルの木を見て、ユルは、もうすぐ、あと少しで死ぬ可能性があるっていうのを気づいてるかもしれないですよね。だから、ウルコカソと。もしくは、まあ、過去の記憶の中で、ユルトの記憶が、まあ、出てきたと。思い出したというのも予想できますよね。いやー、これはね、みんな、どうなるんだろうな。ね。こう、死んだと思った人が、別の顔をして生きてきたと。だけど3年間ね、ものすごく苦しんだこの期間がありますよね。まあ、喜んでいいのか、喜べないのか、ちょっとね、ちょっとわからないですね。どういう気持ちなのかは。なので、次のシーンで、心臓を뜯어내어마음을부순다っていう、本当に、ポエムみたいな、をユルが言ってますが、まあこれを見てもね、やっぱ、パート2の、ユルの存在感、どれだけ大きいのかっていうのがね、わかると思うんですが、ユルはなんで、薬を飲んでなかったのかな。ね、薬をずっともらってたじゃないですか。ね、血の虫を、まあ治療剤じゃないですけど、でも飲むと、ね、こう痛み止めみたいなものをずっともらってたのにもかかわらず飲まなかったと。なんだろうな、飲んだらなんかもっとひどくなるでしょうって思わないと思うけどな、なんで飲まなかったんだろうな。だから死を覚悟したのかなって思ったりすると、すごくこれからね、泣きそうな悲しいシーンがいっぱい出てくるなって、ちょっと想像できますよね。まあ、次のシーンはね、とはいえ、チャンウクとナックスじゃなくて、ジンブヨンの距離はどんどん縮んでいると。이정도거리에서계속네옆에있을거야と。約束だと。って言ってますね。で、こういうね、無毒のような話をすると、チャンオクも驚くと。ね。ウミヤオンの時もそうでしたよね。だから、無毒が言うような、昔、無毒との会話のような話をね、ジムヨンがしてくると、どういうことってなりますよね。こういう展開で、5話、6話は、ジムヨンの主演の人たちが、どんどん、なくす。から、沈没になったというのを分かるようになっていくっていう、5話と6話、あ、4話と6話でしょうね。5話と6話、でしょうね。いやー、楽しみですけど、こう、終わりがね、近づいてきてるんでね。僕もウルコカソですね、ウルコカソ。ウルコカソっていうのは泣きそうですですね。あとはですね、右上にあるのは、冠婚グッズの、プレゼント企画をしております。30名様に、抽選で、
皆さんが選んだ画像をもとにグッズを作って、ご自宅まで配送いたします。ですので概要欄の、リンクからアンケートの回答をお願いいたします。では今週ね、1週間ありますが、我慢して今週末も楽しみましょう。ではまた。Silent night, I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe, pour one a Christmas kind of spark. Santa Claus.